皆さんこんばんは、ベニバナブタオです。皆さんは物欲ってありますか？例えば車が欲しいとか、服が欲しいとか、もっと広い家に住みたいとか、新しい最新式の家電が欲しい、 iPhone が欲しい、いろいろあると思います。しかし豚は物欲がほとんどなくて、じゃあ欲がないのかっていうと逆で、豚が欲しいのはスペース、空きスペースなんです。つまり何を持っていないという空白を、異常に欲しがる傾向があるので、豚の部屋ガランとしてます。でガランとしてるところでゲーム実況するとどういうことかというとガランとした部屋でゲーム実況すると声がキンキンに響くので、だから豚の声は若干反響しているんですね。豚が欲しい形があるものなんて、君たちのチャンネル登録、高評価、低評価、もしくはコメントぐらいだよ。はい。じゃあ、うまいことね、この茶番も終わったところで、今回の趣旨を説明しますとですね、そんな欲望にまみれた現代社会ですけれども、皆さん、インスクリプションをやるときに、こう思ったことってないですか？もっと能力を付け足したい。どうして一つまでしか付けられないんだと。そう思ったことはございませんが、豚はあります。たくさんあります。だから今回はそんな君たちのイエスな夢を叶えるためにですね、あるモッドを使って、能力をつけ放題にしております。はい、来ました。で、今回はね、能力をつけ放題にするんですが、普通のカードにつけ放題にしたらさすがに強すぎるので、このリングワームくんですね、この2体につけていこうと思います。いくらつけてもつけ放題。マンティスゴッドはほとんど使わず、この勝負はリングワームの独壇場、独占場、独壇場、どっちだったっけになるだろう。蜂の巣の能力は生まれてきた蜂にも適用されるからして、まず蜂の巣を取るでしょ。で、山嵐を取って敵に攻撃されても増えるようにしましょうか。で、早速ここでくっつけます。はい、蜂の巣の能力をリングワームにつける。はい、まあここまで全然普通ですよ。落ち着いて、そんな焦らないで、もう少しで君たちが知らない世界を見せることができるから。まあここまで普通ですよね。蜂の巣がついてるリングワーム、全然いつも通りの風景です。しかしこっからなんですよ。これはプロングホーンがいるから、プロングホーンのこと豚いつもロングホーンって言っちゃうよね。これ良くないと思う。で、3発ダメージを与える。で、プロングホーンは動くから豚はダメージを受けないが、次のターンからシャシャってくるのがモグラというわけですね。で、早い目の段階でこれをなんとかしておきたいんですけど、このプロングホーン。2ポイントダメージ与えたらいいから、ここに山嵐を出して、よっと、1、2、3、カウンターを入れておく。残り HP が1なので、次のターンの山嵐で倒せますね。コエルクは山嵐を攻撃して山嵐が死んじゃいますけど、カウンターはするので、この左端の2匹はなんとかなります。待て。ちょっと待て。攻撃リソースがなくならないか、これ。大丈夫か？反撃で倒す。もう、あ、よかった。降参してくれた。どうしよう。全然関係ないところで終わるとこだった。あ、一応ロウソクは2つあるのか。で、ここで、1、2、3、ガラガラヒビ、親玉、カッコですが、これは親玉を取りましょう。親玉を取ったら、蜂がかなり強くなりますね。はい、早速、親玉の印を、そう思ったでしょう。このリングワームはすでに能力がつけられないと君たちは思っているが、しかし、そんなことはない。どう？しかも、これ、生まれてくる蜂に、親玉の能力引きつかれるから、親玉蜂が出てくるんだぜ。ここからは合体ができないからどうするか。どうしようかな。アイテムは足りてるんだよね。種族で焚き火か。とりあえず、能力に付け足すためにカードを増やそうかな。あとは最初の手札にリングワームが来なかった時のデッキ事故とかが考えられるから、あんまり増やしたくはないところですね、カードは。カラスとスカンク。こっちに直接ダメージを与えてこないのはイエスなのかイエスじゃないのか。僕はマンティスゴッドを出して、マンティスゴッドとカラスの OSOS 綱引きを開始しましょう。一体につき1ポイント敵が負債を抱える。おっと、スズメが出てきたから、これは、完全に一緒の状態になったかと思いきや、カラスが動きましたね。 OSOS もいいんですが、ここに山嵐を出しといて攻撃リソースを増やそうかな。 OK、 イエス。で、次のターンに動く。
で、マンティスゴッドと山嵐の共同作戦で敵は倒れますね。このリングワンは一応親玉を持っているので、こいつ間違えた。大バカ者がここにいます。怒ってもいいんだよ、君たちはさ。苦情受け付けております。あ、レシーは優しいから許してくれた。レシー優しいから好きよ。ミスプレイが多いんだよ。で、リングワームにやっぱりあれをつけたいじゃない。あれっつったらなんだ、トーテムをつけたいから虫を選んでいきたいね。虫のトーテム、虫デッキにしよう。で、これ恩恵を取らなかったら、いや、カマキリでいいか。カマキリとマンティスコットで、こっちに行って虫のトーテムを取る。虫頭来い。トカゲか。まあいいでしょう。トカゲは割と当たり能力だからね。なぜなら切り離された尻尾にもしっかりと能力が引き継がれるから。ギッギッで、初手に、リングワームが出てきたから、殴られるのであれば殴ってもらおうかな。来いよ。で、コヨーテの攻撃でリングワームは死んじゃうけど、親玉バチが手札に来ます。親玉バチが手札に来るのはどういうことかというと、マンティスゴッドを出したら敵はもう雨あられの強パンチを食らい続けることになる。ていで、次のターンでカラスは死にますし、4ポイントダメージ、合計5ポイントのダメージを与えることができますね。ついでだから、これはカマキリも出しておこうかな。強すぎますよ。いや、まだね、まだ言うてよ、言うてそんなに強くないですね、まだ。だってさ、あくまでこのリングワームは殴られ待ちになっているわけだから、殴られたら親玉が出てくるっていう、親玉バチが出てくるっていう、全然普通のプレイでもあり得る状態。ここで不死を引きましょう。で、焚き火なんですけど、これどうしよっかな。ハートか。ハートだったらリングワーム殴られても、いや、でもリングワームが邪魔になることもあるからな。どうしましょう。これ一応こっちのリングワームは HP 高くして合体した時にイエスにしておこうかな。 OKOKOK。 これで合体させたら HP6 になるし、別に焼かれても OK だった、それは。で、ここで不死の能力をリングアームにつけちゃいます。イエーイ。はい、これで生まれてくる蜂は親玉と不死の能力を持っている、ゴテゴテ改造蜂ができますね。これどうする、君たち。リアクション能力が試されますね。これは豚はもうウッキウキよ。スキップしちゃってるもん。ちょっとね、最近単行者だったら全然勝てるか。殴ってもらおうかな、そのコヨーテ君にさ。殴ってもらおうかな。カモン。はい、殴られてやられた。でもその手札にはもう蜂がいるわけよ、それは。あー、どうしよう。マンティスゴッドちゃんでやら見せますか。天内優みたいにさ、グラップラーバキので、これでノーコストで出せる蜂。しかもこいつ不死がついてるから何回でも蘇ってくるし、しかも今も攻撃するので、相手はダビニフス。ダビニフス、なかなか生きてて使うことないぞ、ダビニフスって。伏した伏した。で、これで敵にね、潜水がついてるのって、これ結構イエスじゃない状態なんですけど、豚は天才なのでなんとかなってますね。さあ、コヨーテとブラッドハウンドに潰してもらいましょう。 OK、 イエスだよ。で、あとはね、もうリングワームを出して、で、こっち側にはフシバチを出しつつ、カマキリにか、フシバチのままでいいのか、いやいや、これで山嵐に変えつつ、で、さらにここにフシバチを出すと、合計攻撃力が2111で、合計5ポイントで一旦キルができる。金塊を忘れてた。ダン。どう？これもんよ。合体を制限しなかったらどういうことになりますかっていうのは、こういうことになるんです。デュース。絶対デュース。チャイムの能力をデュースに。これはどれかな。
とりあえず合体とキノコが欲しいんだけど、ここでカードを増やすこともできるから、この化け物リングワームを増やすっていうのもありっちゃありなんだよね。イエスっちゃイエスなんだけど、まあでもエースカードは1枚でいいからな。どうしようかな。こっち側に行って、いや全部ねリングワームにつけたいんだけど、こんだけつけられるかっていう話よね。ここに行ったら運搬ネズミが手に入っちゃう。ここに行ったら試練か。これ試練で取った能力も当然つけることができるのかな。1、2、3、種族だったら虫がかぶると思うからして、虫、よし虫。さてイエスなカードはありますか。あー、カササギ能力いいね。カササギの尻尾の能力と、あとウサギの能力がいいと思う。これこれつけられんだろ、やばくないか。おいおいおい、マジか。大丈夫か、嬉しい。顔色悪いぞ、嬉しい。自分が作ったゲームをぐちゃぐちゃにされる気分はどうだ、嬉しい。あー、でもさすがにあれは無理なんだ。なんだっけ、リングワームを、クソクソ強カードをコピーするのは、サシモのレシーもスライムも許してくれないか。じゃあこのプチートカササギカードをもう一枚取って、これこのカササギだけでも十分強いよね。だってこいつが出した時にウサギがまた引けるわけだからさ。しかもウサギのあのトカゲの尻尾もついてるから、トカゲの尻尾もついてるってことはよ。どうしよう。そのトカゲの尻尾が出された時ももう一回カササギが引けるってことだから、試練って全体的にチートカードが取れ放題なんですよね、これ。だから気持ちいい思いした人はガンガン試練を使えばいいと思います。はい、親玉の能力で場を制圧していく。 OK、 あと一発。クズリが調子に乗ってますね。調子に乗って攻撃力が2になってますが、時すでにお寿司。なんか豚実況なんかめちゃくちゃ上げてるから、言うセリフ同じような感じになってませんか。ダビンフスとか時すでにお寿司とか毎回言ってるもんね。で、あとはここに行って合体をします。で、当然合体させるのはさっき取ったチートカシャシャギですね。カシャシャギを合体させましょう。狼、あ、虫が欲しいんだ。虫と、残念ながらなかったから、ここは安定性を取って、狼にしようかな。親玉が来ました。お、キノコあるね。ここでリングワームを合体させよう。で、ここは、攻撃力2か、こっち。こっち。じゃあ、攻撃力1の方のカササギをリングワームにつけると、ウサギの巣穴と、カササギの、虫眼鏡と、あと、トカゲがつくから、敵から攻撃された時にバカ偉い予想になる。マークはこれ以上増えないのね。これが、限界ですね、表現の。まあ、ギチギチに、カードにつけるわけにもいかないから、レシーも困ったし、下打ちをしたでしょ。レシー下打ち。あー、エルクか。一旦経ったらこっちより攻撃力上がってくるんだ。これはイエスじゃないな。まあ、結局、あのリングワームが手札に来なかったら負けちゃうわけですから、そういう意味では限定されておる。で、コネは1個しかないから、アイテムを使うか。よし、来た、リングワーム。価値格リングワーム来ましたよ。リスを使ってリングワームのカリスマ性で、マンティスゴッドを奮起させて、で、さらにもう一匹、カササギが、カササギ別に出さんでいいか。わお、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 えらいのが出てきたぞ、これ。このウサギ、これ。やばいな、おい。親玉に囲まれて。てっ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 て。どうしよう、負けようがなくなっている。で、あとは試練でまだカードを手に入れてもいいが、ここは別にくぐり抜けちゃっていいかな。これ以上強くしたらさ、やっぱりレシーに悪いじゃない。能力を取ります。来い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 。1、よっしゃ最後に7来た。7、能力7ってどういうこと。これ、不死ダブルアタック、これがいらないんだよね、圧倒。で、こっちだとタッチオブデスとアイテム運搬がついてて、荷物運搬か。多産と、石造りだったら、これはグリズリーの方がいいかな。よし、イエスだよ。で、ここで、キノコを使ったら、リングワーム同士を合体させることができるんだけど、2回目のキノコで、まあ、いいか。リングワームの HP を上げちゃいましょう。おい、リングワームをドンだドン。
よーし、HP が6になりましたね。イエスですよ。で、あそこにまた合体が見えるか、あの地平線の彼方にさ、あそこでさらにリングワームを改造して、もう現代科学を生み出した化け物を誕生させましょうよ。豚のことこれからフランケンシュタインと呼んでください。フランケンシュタイン博士。そう、皆さんは勘違いしております。フランケンシュタインは博士の名前であって、君たちが想像しているフランケンシュタインはフランケンシュタインの怪物という名前です。この、もう他のことはいい。この知識だけを持って帰ってください、今日は。本当に。あれはフランケンシュタインの怪物です。ふう、まあそれが伝わったら全然いいから、豚は。ここでこのリングワンを一旦場に出すと、バンティスゴッドが呼べて、しかもウサギが手に入るから、このウサギを出して、親玉も手に入るので、バンティスゴッドをここに出現させた後に親玉の能力をつけたら、バンティスゴッドが無頂点攻撃力3。さようなら。なかなか良かったよ。でね、であとはここで虫のカードをゲットしましょう。いや、もうキノコが控えてるから、ジョブ割りか。アントスパの能力つけてもいいかもな。カードが増えることになっちゃうけど、親玉、山嵐、デュース。うん、これはデュースかな。なんでデュースやんって思うかもしれないけど、コストが2だからさ、初手に、リングワームが来る確率は増やしておきたいんだよね。はい。で、ここでさらに、化け物が生まれますが、ここはデュースを使いましょう。デュースドーン。デュースの能力をリングワームにつけます。そう、アップデートで、今までは無理だったんですけど、デュースが出すチャイムの能力にも、印が引き継がれるようになったんですね。つまり、出てくるチャイムは不死です。まあ、ただ、その、カードをこうカウンターする能力っていうのは、穴掘りか。チャイムを殴ったやつをカウンターする能力はデュースの固有スキルなので、そこまでは能力として受け継がれないんですが、まあ、あの簡易ダムとしてね、使っていこうと思います。はい、ここでデュースの真骨頂ですね。えいしょっと。まさにベル奏者を相手にするためにあるような能力ですが、反撃して罠が3つ出来上がりましたね。で、この罠と戯れてるうちになるべく早く出しておきたいのが、リングワームなんだけど、なかなか出てこないな。このチャイムただの壁になってるな。邪魔。まあ殴るしかない。ニュースは川になって。で、遅れてやってきた奇妙のカエル。こいつもついている。どうしようかな、これは。とりあえずリソースがないと困っちゃうから。マンティスゴッドを出すしかないのかな。マンティスゴッドをここに出したら敵の攻撃1、2で倒すことができていいかもしれない。ここはマンティスゴッドで1回場をしのぎましょう。倒してで、ここでシャキーンってして、後ろ側にいるのが確かウサギだから全然問題なし。で、ここで場が膠着してる状態だから、リングワームが来ましたね。もう来ました。こんなに早く来るとは。このリーン、マンティスゴッドはわざわざ出す必要、骨がいっぱいあるから親玉を出そうかな。親玉を出します。で、チャイム頑張れましたね。で、チャイムが親玉の能力で攻撃力上がってるので、カリスマ性が出る。あっちこっちに飛びしてるから、チャイムも攻撃力がつきますね、これ。で、ダイヤウルフが出てきましたけど、これね、ちなみにチャイム不死なんて出てくるんですよね、これ。チャイム出すとチャイムがなくてダイヤウルフ倒しますね。ちなみにこのリングワーム飛行の能力も地味についてるんだよね。これこのまま殴りましょう。てチャイムに殴られてやられる気分はどうだい。攻撃されてやられちゃいました。しかしやられると、不死の蜂を出しますね、これ。不死の蜂をさ、ちょっと待って。ああ完成してるんだもの。
で、これで4枚取ったけど、これ以上増やさなくてもチャイムの溢れ出んばかりのカリスマ性で敵は伏す地に。ごめんねレシー、いつもありがとう。ズルさせてもらいます。今回は豚の夢を叶えるためにさ、マンティスゴッドロングエルクレギュラーユリ、これマンティスゴッドが、でマンティスゴッドってコスト1だから、これを入れることによって初手にリングバムが来る確率が1個分減るんだよね。じゃあユラユリかロングエルクか、ロングエルクか。骨の王の恩恵もらってないから、こいつが1手目に来ることはないかな。どうだ、ユラユリにするか。ユラユリはちょっとやんちゃがすぎるか。よしよしよし、ロングエルクにしよう。ここはとにかくね、このリングワームが回ってこなくてゲームオーバーになる可能性だってまだゼロじゃない。手札事故はいつだって起こりうるから、可能性として、こっち側に行ったらアイテムが増えるわけではない、あーカードが増えるわけではないから、あーでもこっち行ってさ、この化け物リングワームを増やしてもいい。いや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 、やっぱりナンバーワンはオンリーワンじゃなくちゃな。ここは試練は珍しく後ろをくぐり、下をくぐり抜けましょうか。この骨を選んだら親玉と ロングエルクこれ両方引かないと突破はできないんですよ。親玉引く確率が10分の1で、ロングエルク引く確率が10分の1なので、2つ合わせるか、めんどくせえ。大丈夫じゃろ、どうせ豚は幸運の星の元に生まれてるからして OK で、アイテムをもらいます。別にアイテムなんてなくてもクリアできますけどね。はい、カササギのこれ、これがあったらリングワームを常に出すことができる。キノコがあるけど、合体したいカードなんてあったかな。おっと、初手にリングワームが来ないパターンですね。これは困ったこと、とっても。ただこのカマキリを一旦生かしたら次のターンカササギが出せるので、ここで一発殴っといて、敵ハリケがついてるからちょっとイエスじゃないかも。3ポイントダメージ食らいました、ヤバ吉。しかし実は全然やばくない。カササギゴー、リングワームちゃんゴー。ウサギも出ましたね。で、ここでリングワームちゃんを出して、どれでもいいけど親玉も出す。で、おっと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 、困った困った。溢れれんばかりのカリスマ性の意向によって敵は死んでいく。ハリゲのカウンターで8も手に入る。うわぁ、やべえな。このウサギいる意味ねえな。いる意味がねえので、ちょっと待ってね。ウサギを出して、マンティスちゃん出しておこうかな。マンティスちゃんはこっち端でいいから。こっちでいいや。で、あとは、これグリズリーも出せるな。いや、グリズリーを出したらダメか。ちょっと待って、このターンでどうしたらいいんだ。こっちにマンティスゴッド出した方が良かったね、親玉がつくから。とりあえずこれで1、1、1、3ポイント4ポイント与えることができるけど、マンティスは死んじゃうのか。このウサギは攻撃力0だから、攻撃力1以上のカードに変えるとイエスですね。なので、いや大丈夫だ、これグリズリー出そう。グリズリーをまずここに出すでしょ。出す、アイテム運搬、ペンチを使う。もう一個遅かった、先にペンチ使ったらよかった。で、その次に節鉢がいる。節鉢を出す。で、あとはチャイムを出すといいのかな。いや、節鉢ウサギ、節鉢は1匹しかいないのか。じゃあこの親玉ウサギを出そう。で、これすると、はい、勝ちましたね。どんな状態からでも勝利をつかむことができるデッキが完成に近づいてますよ。同じカードが2枚ないから、キノコに行ってもカードが増えちゃうので、ここで、カードを増やしましょう。もうすでに持ってるカードを選ぶ。黒ヤギ女王アリ買うぞ。お、女王アリ合体できるじゃん。しかし黒ヤギをこのリングワームにつけるのもすごくイエスだな。この生まれてくる、チャイムを生贄に捧げることができるようになるので、ここは黒ヤギを選んじゃう。焚き火です。攻撃力上げることができますね。
これはどうしよっかな。結局マンティスゴッドが強いのでマンティスゴッドの攻撃力を上げましょうか。22。でもマンティスゴッドもつけるんですけどね、リングワームにさ。今で何面？え、3面。もうちょっとでフィナーレが近づいてくるじゃないの。終わっちゃうのこのお祭りがさ。あー、これはナノアーマー、ナノアーマー、ナノアーマーっていう名前じゃなかったっけ。硬い甲羅だね。なのはいいんですが、これはデッキ腐っちゃったな。黒ヤギが選び出されましたね。ドラガメの攻撃で3ポイントは食らってしまうので、残り HP に、これは結構イエスじゃないので、どうしようかな。女王割を出すしかないか。女王割を出して、骨が2なのでこれじゃ足りないね。1ポイント。うわ、またドラガメが出てきた。これかなり強いな。次のターンで1,2,2で合計5ポイントのダメージを食らってやられちゃうから、このターンになんとかしなくちゃいけないんだけど、アリを出せばいいのか。アリを出したらこっちが2ポイントダメージを、難しいな。とりあえずリスを取る。そしておもむろに虫眼鏡を使ってリングワームを召喚する。リングワームをここに置くで、さらにワンティスゴッドを出す。でチャイムがあるので、あ、チャイムは残念ながら抜かすことできないから、このまま焼くちまおう。残り HP5。 チャイムはやられるが8が生まれると。チャイムがやられるが8が生まれる。で、リングワームは攻撃力が0になっちゃうわけね。どうしようかな。いや、もうこれはあれでしょ、グリちゃん出しちゃってさ、グリ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 ズリーを出して、でここで真ん中に貫通ダメージを与えてもらって、ここで、あとは両端をこうやって8で固める。888と8888、あったあったあった、大矢玉町ね。でこれで攻撃力が6になってるし、ちなみにここで戦争をふわって使えばこれだけでゲームはおしまい。レシーは怒り狂って青筋がピクピクとなって口の中で意味不明なつぶやきをブツブツと漏らすことになりますが、今回は豚ズルさせてもらいますので、そこはもうレシーの寛容な精神に甘えましょう。で皮持ってないからここは素通りだね。見てこのレシーの目、汚物を塗るような目をしてますよ豚に。キノコか。正直ね、増やしたくないんだよな。親玉カマキリグリズリー、これは親玉かな。いや、グリズリーでいこう。グリズリーだったら次キノコが来た時にグリズリー同士を合体させることができる。ギギ、はい、毒来ました。タッチオブデスですね。で普通にやばそうなんですが、初手、グリズリーが来たので倒せそうだね。これはなんだ、リングワームちゃん使わなくても倒せそう。やばいな、やばいな、タッチオブレスの虫ってやばいなこれ。しかもアリ二重にやばい。勝てるかこれ。グリズリーが来たけど残念ながら、これどうしよう。タッチオブレスか。ちょっと待ってね、敵がタッチオブレスって普通に鬼畜だな。アリを引いたら攻撃力は減るから、これ使わざるを得ないよね。引く、ここで引くよ。攻撃力1になる。合計攻撃力が5ポイントだから敵は死にそうで死なないし、タッチオブレスでアリは死ぬし。おいおい、マジかよこれ。こっから負けることあるけ。ありませんでした、ごめんなさい。本当にね、本当にごめんなさい。嬉しい、期待させちゃったかな、期待させちゃったかな。でもね、君の、敗北はありえないんですよ。あ、間違えた。君の勝利はありえないだ。てってってって。強引なチャイム軍団のあふれるばかりのカリスマ性で、君は死ぬしかないんです。死を受け入れなさい。死は救いなのです。目覚めよ。ちなみにリングワームは HP6 なのでタフネスですね。まあ敵タッチオブドレス持ってるから意味ないんだけど、ここで、両脇に8を出すことができるから、8が来た。 OK、 茶番じゃ。てっ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 て、はいはい、強い強いよこれ。
で、あとは、どうしようかな。最後にもう一回合体できるんだけど、あれはマンティスコットつけるのが一番いいな。1,2,3、鎖蛇、古代エルフ、女王アリ。古代エルフかな。あ、女王アリにしてキノコで合体させたらよかった。まあいいか。焚き火で攻撃力を上げることができるので、どうしようかな、誰あげようかな。あ、黒ヤギもつけようと思ってたんだ。そうか。あー、難しいな。じゃあまあマンティスゴッド鳥もあげましょうか。 OK で、キノコでまたカードが増えちゃう。どうしよう。グリズリー、あ、そうだ、グリズリーだ、忘れてた。グリズリーも強いからね。で、あとは、この後、レシートの前に、リングワームをつけるか、あ、リングワームに黒ヤギをつけるか、マンティスゴッドをつけるかで、ちょっと悩むね。いや、やっぱりここはマンティスゴッドつけようかな。攻撃が3股になるから。カモン。よしよしよし、来た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 、初手に来た、初手に来たから全て終わり。テイテイテイのテイ。親玉出して、はい、しつこいばかりのカリスマ性の意向を皆さんに見せつけてやりましょうよ。テイテイテイ。これで敵は倒れないね。結構タフネスだね。で、チャイムがやられちゃうが、やられると当然手元には蜂が来る。で、こっからなんだけど、敵が潜水してて残り HP が4なので、あいつ出したら勝ちですね。あのグリズリー、あ、グリズリーいねえや。グリズリーいない場合はカサギを出して増やしたらいいか。1,2,1、合計4ポイントのダメージで、あ、倒せるからこれでいいや。テイ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 。はい。で、バケツまみれになると。これなんですよね。これはね、敵が邪魔で、直接ダメージを与えたいので、カササギを出して、カササギを、この親玉で挟まれたここに出せばいいかな。あ、そっか、チャイムは捧げられないんだ。じゃあこっち端に出すか。これでただでさえ攻撃力が2なのが、カリスマ性で攻撃力が3になると。しかも1個引いてくる。3,1,1、あー、これが飛んでないから無理なんだ。くそー、このターンで倒すのは無理かと思いきや8が出せるので、これで終わりですね。テイテイテイ、強い。もうなんかあらゆる語彙で強いというのを言い尽くした気がするが、これ以上パワーアップすることは不可能なり。気持ちいいね。で、レアカードはアマルガム、デュース、マンティスコット。マンティスコットか。よし、マンティスコットをリングバームにつけよう。黒ヤギはスヤギル持っといて、で、これで、グリズリーにつけることができるじゃない。ここで、マンティスゴッドじゃなかった。このリングワームの能力は、あ、攻撃力は0なんですが、カリスマ性の影響を受けるので、実質攻撃力が1以上あるんですよね。正確にはベル奏者で、アウェダムに挟まれるから攻撃力2担保されてるわけだから、これ3またもいきます。あ、リモンチェルロコにするの忘れてた。まあいいか。リモンチェルロコであろうと、レシであろうと、楽勝であることに変わりはないんだから。っていうかさ、リモンチェルロコとレシってさ、リモンチェルロコの方が強いか？なんか、難易度としてはそんなに変わらない一長一短なような気がするんだけど、どっちが弱いとかじゃなくって。あー、これは最初のカードに出てこなかったね、あれが。あれが出てこない上に、アマルガムが成長の位についてるから、これは前に出てきてほしくないので。どうしようかな。
山嵐を出して当座をしのぐか。で、金塊を用意しているが、黒焼きが出てきた。黒焼きが出てきたんだけど、残念ながら高コストで出せるカードがない。このままだと、バンティスゴッドの攻撃を食らって、2ポイントダメージだから、残り HP が2になるのか。あー、だけどアマルガムが出てくるよりマシだから。おっと、金塊になっちゃいましたね。おっと、やばい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 ぞ。これはイエスじゃない展開。来い。古代ウルフが出てきました。古代ウルフが出てきたので、攻撃力1でマンティスゴッドを倒すことができるでしょう。うん。その隣に親玉を置いて1ポイントダメージ与えるか。古代ウルフで、おっとっとっとと、こうして。ただそれをやるとモールマンが動くことになるから、残り HP が2。うん。古代ウルフを出す。で、親玉も出せるから、金塊も攻撃こうできるようになると。これ、負けでは？負けではなかろうか？そんなことはないか？これ。左端のアマルガムを止める術なくない？え？え？あれ？え？豚のリングマンは？あれ？え？は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 ？いや、だって、え？え？あ、皆様いかがだったでしょうか？今回のベニバラ豚のインスクリプション実況、とってもイエスなモッドだったので、君たちも見ていてやりたい欲に駆られてしまったんじゃないかと思う、そう思った人はぜひぜひ概要欄にこのいくらでもインを付け足せるモッドですねのリンクも貼ってありますので試してみてはいかがでしょうか。豚は悪くない、豚は悪くない。手札事故は絶対起こるから。今回はね、リングワームに頼りすぎましたね。やっぱり一強は良くない。一強はさ、良くないよ。優秀な人に全部任せるのって良くないよ。みんなでさ、一人のさ、100歩よりも、みんなの小さな一歩がさ、重要なんじゃないでしょうか。デッキビルダーっていう、ジャンルだったらさ。で、まあ、コスト1のカードを、リングワームだけにしたらね、絶対リングワームが初手に来るんですけど、それをやってしまうとリングワームにこう突き出すカードを補充仕入れができなくなっちゃうんですよ。豚は気持ちいい思いがしたかったから、気持ちいい思いがしたかったから、誰が豚を攻めることができましょうか。次回もこの時間にいましょう。ベニバラ豚尾でした。おやすみなさい。